千年と書いて千歳っていうふうに読ませるんです。で、千歳を見ても手作りの豆腐屋っていうのがもう数軒しかないような状況の中で、なんとか引き継いで残したいっていう思いで、まあ、この地で豆腐屋を開業しようと。親から教わった通りにあまりこう手を加えたり何かを変えたりせずに引き継いできたと。大豆は松本の方から来てますが、国産の大豆を使ってる。水は井戸の水を使っている。で、にがりは、天然のにがりの海水由来のにがりを使っている。一つ一つ正直な作るっていう、一生懸命作ると。それとそういうものが結局この地域の風土にねぴったり合ってるんだと思うんです。この地域に合った作り方と材料、それを愚直に真面目に作っていく、その繰り返しをすればいいものはできていくんだろうなと思います。うちの豆腐はやっぱり皆さんがおっしゃるのは大豆が濃いっていうふうに言われてます。大豆のその本来あるべき作り方ってあると思う。それを自分はこうだからこうであるべきではなく、そこに寄り添ってだからみんなそうだと思いますね。そんなにいっぱい作れるわけではないの、手作りなので、まだお店とかそういったところに卸すっていう段階までいかないんですけれども、できるだけこの地に来てね、この景色と空気とそういうものを味わっていて、ね、感じながら豆腐を食べていただければ。